配信開始しました。じゃあやりますか、これで。ガチでやる。あ、そういえば音声乗ってねえな、これ。ゲーム音。たまにこっちの声しか入ってなかったりするときある。こうして。なんでここはじいちゃんの靴下みたいな匂いがするんだ？これオッケーだ。このぐらい近づけるか、マイク。よし。制作においてまさに私の大好きな時代だった。フィルムは純粋そのもの、映画に対するいわゆる傲慢でくだらないやつは存在しなかった。巨大怪獣がどんな人間をも怖がらせ、特殊撮影が映画の売りになる時代だった。車の横はこっちだ、ただ単純で純粋、そっちだね。スタジオは血のりの代わりの血、開けちゃうよ。ようこそ。情勢は悪化の一途をたどる街の反対側へ。何すりゃいいんだ、これで。はい、完成。ホーネット買ってこう。なんか今一瞬グラッとしたもん。マジ動いてないのに前に行くって進んで。ガスグベーン。なあ、クリップに弾を込めないと俺たち噛みつかれるぞ。墓場までチャートをぶっ飛ばす。新たな銃に備えとけよ。なんか変だわ。変だ。グラグラする。なんでだろう。どうぞくつろいでくれ。気楽にしてくれたまえ。なんか外人とやってるような感じだ。マジか。ちょっと色気が出てきたんじゃないか。ゾンビにビンタしたらゾンビ通り越してなんか当たる感じ。自分が前に出ちゃってる。ビンタした直後にゾンビと重なる感じで。重なる？地震計を持ってきた。汚れたのが私服じゃなくてよかったよ。この先もう開けちゃって包丁取った方が早いかもしれない。パンチの威力上がるし。町のこっち側がよそよりマシだと願うとしようぜ。そんなわけないがな。ここが4727。もっとこ、おっと、えぐいことになり始めてる。かなりえぐいことに。
あれゾンビいないの？いる？こっちにいなさそう。いない。そっちの奥の方にいたかな。あ、いる。このゲームピングとか見れたらいいのになそうだね、うん、全くないもんね、そういうの、うん、ゾンビに関して。お前、襲う相手を間違えてるぞ。ビーチまで行けるな、うん、これを取っとこう、うん、あ、でも地震計がねえ。あるあるある。それカチッと置いておけば俺拾えねえかな川のやつも拾っとく。うん、はい、こっちから行けば安いんだよな、あの道行くより。確か1500だったんです。あ、1250。迷路のネズミのようにここは君たちの脳みそを吸い上げたがっている連中で電源入れてくる、うん、入れとか集めちゃってもいいし、手を貸してほしいって言われて言葉通りに捕らえたやつがいたんだろ。ここのさ、ワープゲートみたいなのってどこにあるんだ。ワープゲート、うん、丸っこいやつ。あ、便所のあたりにあったような気がする。便所の奥の方。便所の奥。便所の近くのなんか茂みみたいなところにあったような。なんか便所の近くに変なボロいキャンプテントみたいなのない？その周辺にあったはず。あ、あったあったあった。あった。うん。こっちも起動した。うん、よし、冷凍庫起動して、ではポイント稼いでアバーンとこまで。了解。殺しちゃってもいい？うん、OK です。おい、何すんだよ。我らが愛すべきゲストは腹を空かせているようだな。メニューに載っているのは君たちだ。気をつけて。この映画は病んでいるリリーと同じような病気のカニでいっぱい。
今のうちに楽しんでおけ。君たちは全員すぐに深海生物の餌になるのだ。バルバット、それはあのロバの近くにあるタンクみたいな。スタキル出たけど取らないといいね。取らない方が。あれなんかゾンビからワンパン食らうな。ナイフで通したいみたいな。俺も食らうわ。ゾンビなんか攻撃モーション入ってなかったけど食らう、ね。襲う相手を間違えてるぞ。跳ね返りがあるのか。マックスアーム出た。おい。その口を閉じなければ、君をもっともっと。もうこれババンっていけるか。いけるね。邪魔するな。俺の銃は満タンだ。いつでもぶっ放せるぜ。ここは気分を萎えさせるに十分な場所のようだ。それもありがたくない方法で。かけるのが12だね。メモしよう。この声ってそっちにも聞こえる？うん、聞こえないね。ビラードの声。聞こえない。聞こえないね。うん。あれなんか本渡したと同時に、うん。あの、うん、缶もらったんだけど、試験。なんかおかしくね？これ。うん。もう止めれる。お前痛い目に遭いたいのか？あ、止まるわ。早すぎるって。あれかな？俺がウィラードの会話聞いてるから省略化されたのかな、もしかして。マジで？そんなことあるの？あ、俺グレネード持ってねえや。ガスグレしか持ってない。外したし。よし、急ぎ足で行こうぜ。うわ、邪魔するな。お、
あ、もうたまったね。あ、いけた。バール持ってる？汚れたのが私服じゃなく。あ、バール持ってない。女を熱く悩ませてくれるわ。これで二つ願いを聞いてくれた。こっちでゾンビストックしとこう。そうして私とショーを始めましょう。始めましょう。レザージャケットに触るな。その口を閉じて、私が果てがしてやったちっぽけな穴ぐらに戻るがいい。無双してる。ああ、まずここで地元ないろ。プロジェクターをターボチューンしてやらないとな。私は映画を改変させるためにそこに行かせたわけじゃないんだぞ、無能なアバズレめ。君は血にまみれたお飾りに過ぎないんだ。会話省略されたのか、みたいに言ったね。私はあんたが何のために私をここにやったかなんてどうでもいいけど、後回しになってるな。ここを出たらあんたのお尻を。てか今会話始まってるね。その息だ。この映画が君を片付ける頃には君など消えゆく思い出だろうがな。消えゆくのはあんたの現実認識だけでしょ。ババアもう戻ってちゃったかな。ダサい紫のタキシード戻ってないと思う。鏡取れねえ。嘘。うん、ここにアルビラはいないっていうやつはないぞ。たまにあるよね。あ、取れる。はい。この辺の奴らはちょっと積極的どころじゃねえぞ。あと鏡とミラー取ってくるわ。うん。もし私が誰かにこの映画を作り変えさせたかったなら、そっち行ってるし。知性と才能があるものを雇っただろう。ババア、ゾンビの言うと小さいミリー、私が本当にこの B 級映画をそこそこ見られるものに変えちゃうのがそんなに心配。私が心配しているのは君がそこら中に血をぶちまけることだけだ。あ、そっか、相手は面倒だが君の場合は例外としてやろう。ミリーは彼のシアターの中では実際よりもずっとタフなのね。でも心配しないで、私たちは彼の痩せ細ってことはもうあれか、行動できるのか。行動、うん、できるね。あとミラーがあれば、車のミラー。うん。あ、あと足取ってねえな。あ、そっか、どうも取ってないか。あれ、足ってどこに落ちたんだろう。多分ガセスタの周辺に落ちてるかもしれない。ガセスタの周辺、俺が探しとくわ。両手に両足、頭もない奴が床に転がってたら何て呼べばいいかわかるか。マットだ、わかるか。マット、ドアマットみたいに踏みつけられても手も足も出ないってな。あ、かっこいいマット。なんか一体目からなんだよね、確か。うん。まだ出てないとかじゃん。いや。出た？出たと思うな。あれかな、アルビアンこういう風に使うのか、もしかすると。ああ、もちろん知ってたぜ。お前らのために説明してやってるんだよ。うん、出ないな。まあ、軍人のゾンビ一体倒したけど、うん、この真ん中のとこ開ける？
開けてもいいし、ちょっと移動がだるい。あ、あった。あった。オッケー。で、ゾンビがね、こっちいるんだよ。走ってる。走ってる。あ、そういえばジャガンの飲んでねえな。そうだね。これ飲んでこい。しっかり忘れるわ。あれ？ゾンビこっちにいるし。どういうことだよ。お前襲う相手を間違えてるぞ。し、預かるぞい。ラブポーションナンバーナインよりうまいな。ああ、バールあるから起爆コードもできるか。ああ、そうだね。うん。そっちやってるうちに俺バールやっとくわ。了解。数字はなんだっけ。こうなるはずじゃないよ。数字はね、うん、4727。4727。うん。あ、ゾンビ来た。マジか。移動しすぎたかな。あ、でもこのぐらいの速度だったらまあできるっちゃできるけど、めっちゃ遅いじゃないし。4538、はい。できればそこの初期部屋の空いてない通路、うん、そこも開けてもらえると助かる。750だったはず、はい、確かに、うん、そう、開けるわ、うん、サノバビッチ、うん、お前ここをサノバビーチって呼んでるのか。センスあるな、ウィラード。最高の皮肉だ。
1、2、3、4、5、6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 
25より下。うん、うん、うんちが大きいって意味か。大きいか。左側に向いてるよ、く。ああ、じゃあ。くが左側に向いてる。25より大きいってある。一番上の方は、23って書いてあって、そのくの字がその23の方向向いてる。23より小さいかってこと。ああ、そうだね。小さくはないってことは緑で合ってるんだ。合ってるよね。であとラジオだから、うん、倒す？倒そう。あとあれだね、包丁持ってた方がいい。そうだね。の用途があんまりない。でも包丁より若干弱く設計されてるし。あ、そうなの。うん。飛ばしてやろうぜ。包丁一発の時にバールが2回やらないといけない。何をとつくるってんだよ。もう満タンじゃん。いや、もう設置できるんだ。ビリビリ、うん、できるね。ゾンビ殺した時の緑のエフェクトが邪魔だな。自己誘導型の電気処刑、君たちがどうなるか楽しみだ。こっち1体いるな。こっちはゼロ。1体いる。あ、じゃあそっち倒しちゃった方がいいですね。うん、あ、バッテリー落としたパパのとこへおいで。こっち聞いてみるわ、うん、電源のとこ。あれ、これ反応しね。サンメチル24ジニトロベンゼンの合成ではトルエンを取り込みつつ硝酸と硫酸の混合物を生成する。おい、落ち着けよ。なんか2体湧いてる。ん？こっちにも2体いるぞ。ほんと？じゃあ、うん、倒しちゃっていいかな、これ。いいよ。オクタヒドロ25、ニトロ347、パラゾキンは硝酸アンモニウムと酢酸の存在下でヘキサミンをニトロ化することで生成できる。反応した？待って。サンメチル24ジニトロベンゼンの合成におけるトルエン反応の後、メチルベンゼン溶液を重曹、硝酸、酢酸で洗浄する必要があるだろう。私は適切な状況下でホルムアルデヒドとアンモニアを結合することによりオクタヒドロ25、ニトロ347、パラゾキンの生成に必要な成分であるヘキサミンを作り出せることを発見した。こっちじゃないのかな。銀の影響下でメタノールを触媒酸化することによりホルムアルデヒドの生成が可能である。一応全部聞いてみるけど、うん、これはオクタ
ヒドロ25、ニトロ347、パラゾキンに必要な一連の長い反応の第一段階であろう。ああ、巻き戻し中。こっちじゃないの。じゃあこっちかもしんないね。うん。進めるか。うん。落ち着けよ。気が見えるだろ。早っ。こいつはいい。そっち持ってくわ。うん。あ、まだ早いか。少なくなってからでいいよ。さっさと弾を手に入れないと。この映画が俺の血で赤く染まっちまうぞ。バイキンをもらっちまった。またバッテリー出てる。まさに俺が探してた災いの種だ。奴らにとっての。こっちゼロだ。こっち4体ぐらいしかない。あ、結構いた。多分そっちだな。135テラニトラフェノールの効果は認められているが、その反応時間が目下の状況では適切ではないかもしれない。私は24プロペン3号テトラ亜硝酸塩では必要とされる仕事を効果的にこなせるとは思わない。私はラジオアクティブ信号を倒す解決策を手に入れたようだ。オクタヒドロ25、ニトロ347、パラゾキンだ。オクタヒドロ 2.5、ニトロ 3.4.7、パラゾキン。レース用燃料とクォーター。うん、うん、でレース用燃料が加速した前で、うん、初期部屋にその数字、うん、うん、じゃ数字見てくるか。で、うん、レース用燃料がオクタハイドロ、オクタヒドロ 2.5、うん、ニトロ347。うん。レース用燃料。なんか。よーし。こっちに返ってくる。違うな。この中にあるわけないよな。なんでこういうところで何一つ生かしたことは起こらないんだよ。オクタハイドロ 2.5 ニトロ347ってなってるけど。ビネガー、肥料、洗浄剤、ヘキサミンって書いてる。それ最初？最初だね。ヘキサミンはまだ作れないと思う。レース用燃料とクォーターでホルムアルデヒドができて、うん、ホ
ホルムアルデヒドプラスガラス用洗剤でヘキサミンができて、うん、ヘキサミンと洗浄剤、うん、肥料ビネガーで完成、うん、だけど、ああヘキサミンが必要なんだ最初、うんうん、でそのヘキサミン作るためにフォルムアルデヒドが入ってんだね、うん、ベース用燃料ね、うん、ベース用燃料とクォーターか、ベース用燃料ここにあるよね確か、14です。おい落ち着けよ。ベース用燃料が14、うん、クォーターを見てくるわ。クォーター俺が近いから見る、うん、そう、うん、クォーター5か引く2だよね。17。わっ落ち着けよ気がめいるだろう。でガラス用洗剤、ああはい、マーケットの、17。触るなこの、はい、マーケット裏に入ってる、うん、何をとち狂ってんだよ。ガラス用洗剤でしょ。うん、ガラス用洗剤10です。10、うん、この辺の奴らちょっと積極的どころじゃねえぞ。11。ガラス用洗剤が確かこの辺にあるよな、うん、あ、これか。お前痛い目に遭いたいのか。ビネガーの看板とかってどこにあるの。ビネガーはあのキャンプのとこだった気がするな。ビネガーとかあるの。この辺の奴らちょっと積極的どころじゃねえぞ。ビネガーってなんか酸っぱいなんか調味料みたいなやつじゃない。知らないけど。レザージャケットに触るな。ヘキサミンプラス洗浄剤プラス肥料ビネガー、肥料とビネガーの場所ってどこにあるの。お前襲う相手を間違えてるぞ。マーケットの裏口の小部屋、うん、RB パークのそば、洗浄剤、あ、こっちのちょっと数字見てもらえるとパスか。洗浄剤、洗
洗浄剤じゃなくビネガーと肥料。ビネガーと肥料はもうメモった。5と11。5と11、ね。邪魔するな。こっちにメモってあるから大丈夫。肥料を取りに行ってくる。うん。おい、落ち着けよ。エキサミンが14。お前痛い目に遭いたいのか。順番は合ってんのかな。合ってると思うけど。ビネガー、肥料、洗浄剤、ヘキサミンでいいのかな。ヘキサミン、洗浄剤、肥料、ビネガー。逆じゃん。おい、何すんだよ。ビネガーが、こうか、うん、で、洗浄剤、洗浄剤が8。 8? うん、足す8引く2は36。肥料の数字はあれかな、もうメモってある、うん、さっき俺言ったやつ、うん、36。はい、できた。まあとにかくこいつをこぼさないようにしないとな。全員下がってろ。ダイナマイトなデートの準備ができたぜ。それ最初爆弾のあのパーツ見ろよ。俺はアホじゃないって言ったろ。だるいんだよな。薬入れたと思ったら爆弾のパーツただ彼女が温まったはめ込んだだけっていうパターン。カニコロッケをアトミックなロックでもてなしてくれる。色戻してくる、うん、倒しちゃってもいいし。汚れたのが私服じゃなくてよかったよ。まさに俺が探してた災いの種だ。奴らの魂を喰らい尽くせ。ちょっと夏のブルースを味わってみな。そういう目に遭うのは俺よりお前の脳みそにふさわしい。何すんだよ。するな。ポイントため。汚れたのが私服じゃなくてよかったよ。
あっぱれ。あっぱれってこのことだな。よし、お前らも撃ちまくれ。ギリギリ。その口を閉じなければ君の頸動脈を引き裂いて黙らせてもいいんだぞ。どうせそうならないはずなかったろうしな。ファイアーセール。たくさんニュークでぶっ飛ばすぞ。私を邪魔し続ければ私は君を暗闇の中に送り込むだけだ。君はそこで素晴らしいセットの一部になるだろう。ール壁に血を撒き散らしながら。武器の値下げよろしく頼む。私の映画を台無しにする気か。君の仕事は一つだ、一つ。何がそんなに難しい。ただ死ね。把握揃える。君の叫び声が聞こえない場所へ送り込んでやろうか。めっちゃいいと思う。パワープレイの効果。墓場までチャートをぶっ飛ばす。新たなチューンに備えとけよ。この場は明確に封鎖された。こいつで窓を素早く塞げるようになるのが気に入ってる。センチに打ってたからこれでいいです。完全装備、きた。センチネル、うん、マジか。あ、ポイントを稼いで、うん、そうだね。パワーク揃えて両方の武器をダブルパワークにすれば、このプロジェクターをちょっとチューンしてやればジュークボックスなんかよりもノリノリで。ぶっちゃけボス戦のゾンビはね、あのダブルパワーパンチしないと硬くなるから。ああ、そうだね、うん。
この窓を塞がないと、あの客どもはここに永住する気だろうな。全然足りですね。ダブルバッカーパンチってなると、うん、4万とか、うん、3万ぐらいかな。ないからもっと。これを使おうかな。めっちゃ溜まるじゃん。あの命中ボーナス。レーザージャケットに触るな。命中ボーナスまだ半分以上残ってる。こっちにも反映されてる。マジか。うん。よく当てれば。全プレイヤーなのかな。うん。インスタキル。おい、何すんだよ。こうなると稼げねえのかな。インスタ出てる。そうだね。なんかそっち飛んでってるじゃん、緑色のやつ。でかいの来た。ピカチュウ。切れた。私の映画を台無しにする気か。君の仕事は一つだ。ただ死ね。まさに俺が探してた災いの種だ、奴らにとっての。バイキンをもらっちまった。一回改造してこようかな。改造すれば全部フル改造になるな。
この金を何に使うかな。あとリバイブも欲しいな。作るってんだよ。まさに俺が探してた災いの種だ。奴らにとっての。タッカーパンチ全部終わりそう。時間的にあれだから2段階1回と1段階1回しかない。 OK、 両方ともダブルパッカーパンチできた。マジか。うん、ハンドゴンの方はもうパッカーパンチしてあったから。うんうん、よし、準備 OK です、俺は。あれ？あ、ゲートが出てきた。目の前に雲降りてきた。え？雲。雲？うん。マジックを目にする覚悟は？パーク保険使った。リバイブ飲んでる。うん、あ、 あとトラップ系のやつ持ってった方がいいな。俺地震のやつ持ってきた。あれね、真ん中でやるとき、うん、下に置くと結構上がってこれなくなるんだよね。じゃあ、マインドコントロール、これ持っとこうかな。開始したらあの爆弾進行方向に置けばゾンビ全部当たってターンドになるでしょ。邪魔するな。
オッケー。チャージ必要なんだっけ、確かに。全必要だね。まずこのレディを温めてやって、それからが俺たちの出番だ。で次から全員必要でいいじゃん。そうだね。彼女はもうロックの準備ができてるようだぜ。あ、いけますわ。後で会おうぜ、熱いの。わあ。これ前。全部ターンドになってる。なんか遅くね。こんなもんじゃない。もしお楽しみを始めたいならね。優しく燃え上がるまでは。なんか全然爆弾降ってこないけど。あ、壊れちゃった。お、来たな。ババア邪魔だな。ショータイムだぜ。運ばれてるんだけど、2人歩いてないの。どうする？どっちか高台行く？その口を閉じなければ、君をもっともっとひどいところに送り込むぞ！ぬはははははは。ご小さいミニーの君、まずクローズアップで取ってやる準備ができたんじゃない？頼むから助かった。君の臓器を見たかったかい？一発あった。俺の銃は満タンだ。いつでも解き放せるぜ。レザージャケットに触るな。
終わった終わった終わった。そっち一発当ててる間にこっち、うん、2,3 発ぐらい当ててたみたいに終わったんだけども、胸閉じたよ。ああそうだ、爆弾調べる。見た、ウィリー、ああ私はまだ切り札を用意してあるのよ。ガスグラネード。邪魔するな。あれは俺のエンジンをぶん回してくれる燃料にはならねえな。こっち対抗するか。早すぎたな、使うの。ダンスタイムだぞ、ハニモンスターのスタイルでな。はい、俺がバラバラにされちまう前にカニモンスターに忘れられない衝撃を与えてやらねえとな。終わった。え、俺行かない。八六二四。八三三六。ふんもらし。にゃろめ。間違った。アプリ。マジか。しまらねえな。834624じゃないの。83646624。え？834624だ。マジか。あれ？コード違うんだ。どうして？あ、83624だ。合ってるよね。お前痛い目に遭いたいのか？まずいな。マックス。コード一人じゃできないのか、二、うん、人とも正解しなきゃ。そうだな、だるいんだ。あの喜びなんだった。
インタラクトすんの。あ、そっか。私を邪魔し、ガスグレネード、全員タンクいっぱいに補給しろ。奴らも大喜びだぜ。スライディング、スライディング、落ち着けよ、気がめいるだろう。3 3 6 6、あ、これ失敗した。3 6 2、はい、あ、ダメだ。俺ダメだ今度。このパフリー。閉まらねえな。長押し？うん。長押し。お前襲う相手を間違えてるぞ。いけるいける。本音で行こうぜ。どうせお前は頭を使ってなかったろ？試した。いけるんじゃない。ああ、ダメか。パークあるわ。8 3 6 6 4、あ、失敗した。8 3 6 2、アトミックなホットケーキを堪能しろよ、カニモンスター。来た。
晩飯にシーフードはどうだ？はっきり言って僕はごめんだ。二度とね。私も。なあ、俺はマジでここから脱出したいとは思ってるんだ。いや、配信中にできてよかった。このなんだ、時空なんかより華やかなところへ行きたい。色がな。俺失言とかしてない。いつでもいいぜ。してないしてない。うえ、これグロすぎだろ。まったくもう。君らは次は宇宙ゾンビが最悪だと思ってない？つまりそいつは黙って言えじ。なんだよ、なんか言ったか？続く。誰か見てんのか？見てないじゃん。で、ソウルキー。確かに君の決断には恐れ入るが、ソウルキーないの？もっと邪悪なものが君を待ち受けているぞ。よし。